シー監督のパチンカス理論。最下位に低迷するチームの現状について尋ねると、石井監督は負け越していて言うのもなんですけど、まだ100戦ある。踏ん張っていれば巻き返せると自信を見せた。チーム打率がリーグ最下位に低迷するが、石井監督は平均はいずれ範囲に収まる。今いい人は多分落ちる。悪い人は上がってくる。その平均値でうちは下にいるんで、上がる要素は十分にあると言い切った。まるでパチンコみたいな話やな。ラミレスも似たようなこと言ってたな。ちょっと何を言ってるかわからない。収束するからいずれ勝てるって話だろうけど、野球ってそういうものだっけ？この理論でいけば全チーム収束するんかな。打者の衰えは考慮してないんか。そうなのですか？確率は収束するただし1年以内とは限らんで。デルタの受け売りか？パチンカスの理論やん。その平均がどこにあるかはわからんかな。マスター阿部ちゃんはこれから打つってことか。つまり何もせずに待つってことか。下がったモチベーションは戻らない。これは名称、もうどこにも行かないでくれ。